まずは1月末にできるかねえと思ってましたから、物理的に。その意味では1月末に出来上がったということは良かったなと思っていた点と、もう1点はそうですね、やっぱり選挙の時からもしくはその前からいわゆる税収入より公債金の方が多い、あやはり未利用借金の方が多いという予算編成の体制が3年続いてますから、これはぜひ税収の方が公債金よりはもう1円でも多いというか、いう形できちんとした逆転をさせたいなと思ってたんですが、正直そんな自信があったわけではありませんでしたので、その2点については今回の予算編成において良かったなと思っております。財政に関しては少なくともこの本年度の予算と補正予算と2つ分けていただくと、補正の方は緊急経済対策というのを主に主力において進めましたけれども、本予算の方に関してはいわゆるきちんとした引き締まったものにするようにという安倍総理の方の指示もあっておりましたので、我々としてはいわゆる特例公債をどんどんというような形で、今までと同じような税収より特例公債の方の額の方が大きいというようなことはしないということで、少なくとも今まで比べて1兆何千億違ってきてますので、そういった意味では我々としてはきちんとした中期財政政策というもののフレームをある程度頭に置きながらこの編成をさせていただいたと思ってますし、少なくともこういったようなものはいわゆるプライマリーバランスっていうものをきちんとせないかんということで、この時期については、そうですね、7月か8月かどうかちょっとそれまで時間かかるかもしれませんけど、年をまでにこういったような新しいものをきちんと考え出していかないかなと思っております。必ずしもこの麻生大臣自体自身が関わって決めたことではないことだと思うんですが、それをこの麻生大臣の方が責任を持って答弁するという現実についてですね、どういうふうに率直に考えたらいいか伺いたいと思います。今回は物理的に時間がありませんでしたから、我々としては政府決定は閣議決定を持ってそれを政府という意見に統一してありますので、我々は最終的にそれを案として政府の案として提出している以上、財務大臣としてそれから逃げると、俺の責任じゃないみたいなというつもりはありませんし、そういう立場にもないと思っています。